どうも、マックスです。いよいよですね、新日本とノアの対抗戦 1.8 近づいてまいりました。というわけで今日のお題はこちら。どう、というわけでですね、まあ、個々の予想とかね、いろんなことはたくさんの方がお話してらっしゃると思うので、まあ、私なんか言うような話じゃないと思うんですけどね。まあ、せっかくなのでちょっと喋ってみようかな。で、まず最初に、なんで今、ノアと新日の対抗戦になったのみたいな話。まあ、ちょうどノアの日本武道館がこう発表された前後に、まあ、こういう発表があってですね。まあ、ケンタ参戦がその前に 1.1 に関してこう発表されて、で、その後でしたかね、新日がこう、対抗戦。まあ、それも最初貸し借りなのかなと思ってましたが、まあ、そんなわけはないですよ。で、今回はあくまで新日の 1.8 レッスルキングダムへの、が、まあ、ノアとの対抗戦として行われると。まあ、思えば今どちらもアベマっていうところを一つのプラットフォームにしてますし、まあ、ノアはアベマとレッスルユニバースで配信をですね、すごく配信にも力を入れてやってると。で、新日の方は新日ワールドっていうのがまあ別にこうあってですね、まあ、その中で最近アベマでの中継も始まった。まあ、それぞれが共通のファン層というか、まあ、アベマのこう視聴者数を伸ばすというかね、まあ、そういった意味合いがあったのかなと思います。まあ、ペーパービューで全世界に向けてのペーパービューということで、まあ、ここらでそろそろアベマが本格的にそのプロレスに力を入れ始めたいという、まあ、そのあたりを背景に、まあ、今回のことがあったんじゃないかなというふうに思います。まあ、あと加えて言えばコロナですかね。まあ、なかなかこのノアは今その外国人の選手に頼らずとも、その日本の、いろんなビッグネームというか、本当にまあいろんな一時期活躍した選手が改めて集結してきて、そして、それぞれの魅力をいかんなく思いっきり発揮できる場所としてノアが今なってると思うので、まあ、正直言って今外国人選手がいなくてもね、というかいない方がねっていうような陣容にちょっとなってきてるんじゃないかなと。ただ一方で、新日はですね、外国人選手のユニットであるとか、まあ、ロスイングもそうですし、ロスイングでないな、新日の方はやはりその外国人選手の活躍っていうのが非常に大きなウエイトを今まで占めてきたと思うんですよね。まあ、そういう中で今コロナ禍でこう選手がなかなか来日できないと、まあ、そこでまあ新日本ビッグマッチ多いので、まあ、さっき言ったアベマの事情だとかそういったことも含めて、まあ、ドームのチケット売り行きなんかも睨みつつ、ノアとの対抗戦っていうとこなんじゃないかなと。まあ、そこを逆手に取ったというか、微妙なアジテーションですけど、ケオ選手であるとか中島選手が初めて踏み込んだ発言をこの間してましたけれどもね。まあ、ノアファンから見ると拍手喝采のようなアジテーションなんですけど、まあ、いろんな見方があると思うんですけど、まあ、あながち嘘でもなかろうなというふうに勝手に思ってます。まあ、勝手に思ってますが、まあ、そういった、アベマの事情と、それから新日本サイドの、外国人選手にちょっと頼れないといったときに、そして新日本というのはやっぱり常にこの、まあ、リング上ももちろんなんでしょうけど、それ以上にこのシナリオというか刺激というか、まあ、そういったものを求めているというかですね。ただまあ本当に今両団体色がだいぶ違っちゃってるので、まあノアの方で暗転あったりね、乱入があったりして、決着がそういうふうな不透明決着になると、多分ファンはブーブー、まあ今言えないですけどブーブー言っちゃうと思うので、だけど新日の方はどちらかというと、まあ、そういったことも含めてのシナリオが、すごくあるような気がします。なので、どうでしょうね、
まあ、それぞれの色は違うんだけれども、まあ、アベマの事情、それからやっぱり、ドームの客入り、外国人選手に頼れない、まあ、そういったことから考えたときに出てきた話なのかなと思います。じゃあ見て、まあ、これ継続するのみたいな、で、いろんな方のね、いろんな方のっていうか、そんな何も見てないんですけど、 YouTube で喋ってらっしゃるのを見たりとか、まあ、いろんなところのね、Twitter だとかを拝見すると、まあこれ継続するんでしょうねって、とある有名なね、プロレス YouTuber の方がおっしゃってましたが、どうなんでしょうね、こう今回やることのメリットっていうことで言うと、まあノアから言えば、より多くの方にノアのプロレスを届けるっていうのが理想像というか、まあまあ目標とするというかメリットとしたらそれがあるんでしょうね。あるんでしょうし、実際そうだと思います。で、一方で新日サイドからすると、戦いという意味だけで言ったら、今のこのストーリーラインから言うと、別にノアの選手に出てもらわなくても多分いいんじゃないかな、全然いいと思います。これはノアもそうなんですけどね、ノアノアで成立した世界がある、で新日は新日で成立した世界があるんですよ。で、まあ逆に言うと頼らずにやっていける一方で、対抗戦なの交流戦なのという話にこうなった時に、まあ意味合いとすると対抗戦というところがやっぱ盛り上がるんでしょうね、構図的にも。お互いのファンもこういい意味でも悪い意味でもやや言いますし、ただ本当に対抗戦っていう風になると、一番やっぱりイメージされるのは新日と UWF インターの対抗戦ですよね。まああれは潰し合い、本当に潰し合いになっちゃいますよね。あれで U インターは、まあ U インターがどちらかというと U インターの事情で上がったと思うんですけど、結果潰れていく。だから昔、生前三沢さんも言ってましたけど、その対抗戦とかにね、頼らないといけないような状況になったらダメなんだと。で、その勝敗っていうこと自体がやっぱり団体の勝敗というか、まあその強さの見せ方っていうのがね、団体の存亡にかかる。で、そうすると、やっぱり対抗戦という構図の方が盛り上がるんだけれども、まあ今回に限って言えば、対抗戦という名前の交流戦っていう、お祭りっていう風に見た方が、ファンとしたらいいのかな。で、これがずっと続くのかって言われると、続くとあんまりこう、価値がなくなっちゃうよなと思うので、そうすると一つの大きな団体って言ってるようなものになっちゃうから、そこはやっぱり線引きしてほしいなんて個人的には思います。なので、続くか続かんかといったら、続かんというか、まあ、数年に一度やるんかな。それぞれがこう、ガーッと盛り上がってきたとき、あるいはお互いなんか大ピンチが来たとき、やるのかな。ただ例えば今回のように契約更新の時期にですね、こう健太選手のようなフリーランスの選手が、どういう風になるのかなというのはちょっと興味があります。はい、まあなので、まあ新人選手から見て特段絡むメリットっていうのがそこまであんのか、ファンから見るメリットあんのかって言われたらねえよなみたいな。まあだけどそれはノアファンもある意味同じで、だけども、より多くの方にノアのプロレスを見ていただきたいという、まあそうやってファンをね、広げていきたいというのは、それはそれであっていいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、注目のカードといったところになってくると思うんですけどね。まあ、第一試合で、ちょっと順に見ていきたいかなと思うんですけど、矢野選手が、藤田選手とぶつかります。まあこれはですね、密かに注目でして、やっぱりこう、新日とノア、まあ昔言うとこの前日からね、この流れがあった時に、やっぱり道場がどういう教え方をしてるのかっていうのが見えちゃうわけです。どういう試合の組み立てというのを基本的に大事にしてるのか。どういう練習してるのか、そのためにどういう練習してるのかっていうのが透けて見えてくる、まあ、そういう風に見るとこの第1試合非常に楽しい、第1試合というか第0試合ですね、
で大事な試合には他にもキングタニー選手、モハメドユネ選手、斉藤選手が、永田選手、小島選手、天山選手の第3戦で戦う、まあ、これはもう純粋に楽しみましょうと思います。そして、小峠選手が翔選手、まあ、なんでしょうね、最近ヒールの翔選手と小峠敦史選手が戦う、まあ、小峠選手が最近のこの明るさをどう出すんかなというぐらいに見てます。まあ、これも、うん、まあ、ひょっとすると案外場内暗転とかなんかそんな下りが出てくるのかなと思ってたりしますが、まあ、それに、小峠選手がどういうふうにっていうのか、まあ、そんなことを思ったりします。そして次、まあ、試合順分かんないですけどね、これ結構楽しみです。下道選手と石森泰史選手 VS 早田選手と吉岡誠二選手です。まあ、結構やっぱり新日ファンは多分こういう見方しないと思うんですけど、ノアファンからすると昔ノアにいた選手、それが、まあ、因縁だとか新旧の対決だとか、まあ、いろんな言い方があるんですけど、例えば、これで言うと石森泰史選手は昔ノアにいてね、一時期一生懸命支えてくれた、まあ、一方で早田選手は小川選手のもと地味にこうプロレスを学んでるっていう、そして 1.4 盤石の素晴らしい試合運びでした。この試合運びっていうのがどういう風に絡むのかなと思います。なのでこれ新旧 GAC 王者対決って煽られてるんですけど、実はこの見せ方という意味では下道選手と早田選手が案外クラシカルなプロレスというのを見せつけ合う試合に案外なるじゃないか。一方で石森泰史選手と、吉岡選手がスピード戦うと、まあこんな展開なのかなというふうに思ってます。同期選手とデスペラード選手 VS 陽平とのサーロンガイ、まあこれは言葉なんですが、ぐちゃぐちゃ決着になるんじゃないかなと。まあそれぞれなんとなくこうプロっぽいイメージのあるユニットですよね。はい、まあここは柔らかく見ようかな。そして、次が10人タッグですかね、ケイオスと本体の合体したの VS ノア正規軍。まあノア正規軍とここで言いますけども、そうですね、ここで言うとどうでしょうか。特にこの、まあ、注目は当然ジュニアの選手も入ってるんですが、比較的このヘビーでは稲葉選手成り上がりたい、ノアの所属としてというかノアファンから支持が今必要な稲葉選手、それから岡田金也選手、稲村芳樹というこの2人のノアの未来を背負って立つ2人がここに入ってるというのがやっぱポイントなんじゃないかなと思います。まあ、石井選手はね、こう真正面からガーンといきますし、それに対して稲村選手、あるいは岡田金也選手がどういうふうに爪痕を残していくのかっていうところがポイントなんじゃないでしょうか。そして稲葉選手がノアの一員としてここで出てるというところもやっぱりポイントになってくるのかなというふうに思います。そしてこの試合は注目ですね。まあ、ノアマッチというか、ノア同窓会マッチというか、金丸義信選手、ザック・セイバース、ジュニア選手、VS 丸藤選手、を外吉選手。まあ、これもある YouTube でね、喋ってらっしゃった。丸藤選手がここに来んのか、みたいな言い方しましたが、どうでしょうか、この、前日からノアに引き継がれてきた、その、独特の間の作り方、受け方、それから、大事に腕の取り方一つ、まあ、ノアの伝統、前日の伝統、ノアの伝統というのがこの試合に詰まっている。そして金丸選手はやっぱり、新日に行った時にひときわやっぱりうま、さが光りますよね。受け身のうまさというか試合の作り方っていうのがちょっと他の選手と違うように思います。いい悪いなんですけど、そしてザック・セイバージュニア選手は長くノアの合宿所にいたんで、まあ、そうするとまあ本当に基本の見直しマッチみたいな、ちょっと偉そうな言い方なんですけど、新日の方が日頃このザックやこう金丸選手それぞれやっぱりいい試合するんですけど、この2人がなかなか見せられない
戦いがこの試合に限っては出るんじゃないかな。そして何よりも小川義成選手というこの異物というかですね、ノアから見ると保守本流みたいな方が新日のリングでどういう風になるのか。まあだけどどうですかね、新日本がこの試合をすんなりと受け入れるのか、最後に何か一つ二つ波乱めいた要素で案外終わっちゃうような気がします。そうなってほしくないですけどね、なんとなく綺麗決着にならずにっていう気がします。そして杉浦軍といいますか、杉浦隆選手、桜庭和志選手、そしてそこに現在新日フリー参戦中の健太選手が出戻りです。杉浦ノアですね。それに対して、一時期長くノアを進行していた鈴木みのる選手、大地選手、高見忍選手の鈴木軍。いやまあ当時ね、ちょっと暗黒の時代といってもあれですけども、当時鈴木軍に杉浦さん一瞬いたことがあるんですよ。でその時それはどういう気持ちでやってたのかなっていうのが、その頃見てたノアハンはいろいろ思ってたことがあるんじゃないかと。でそこでこう鈴木みのる選手に強さの象徴杉浦隆がどう挑むか、どう挑むかという、まあ一瞬こわもてな試合のように見せつつ、最近こうファンキーなですね、そしてバックボーンの間違いなくあるキラー桜庭和志選手が絡んでくる、これと鈴木みのるがどう対峙するかというか非常に案外見ものです。そしてそこに健太選手が杉浦軍というかノアで出ることの意味が、この試合で明らかになる。さあこれは本当に楽しみですよ。そして緑の継承者塩崎豪選手が正木民也選手と組んでイービル選手、ディック東郷選手と戦うと。いや正木民也選手は先日のね 1.4 で GC ヘビーに挑戦すると名乗りを上げたところであります。ということはここで無様な戦いはできないということになりますよね。やっぱりこいつは次期挑戦者だねっていうなんか強さを見せつけるような。で塩崎選手はまあちょっとここのところ 1.1、1.4 と悔しいというか、こうね負けるところから始まって今怪我からの時なんですが、まあイービル選手にどう逆水平ぶち込むのかっていう、もうそれを見れるだけでもノアファンとしては嬉しいし、新日ファンとしても面白いんじゃないでしょうか。まあちょっとここがディック・トーゴ選手なのかっていう、悪いわけじゃないですけど、なんかかわいそうな気がちょっとしますけどね。まあまさきタミヤ選手をどう見せつけるか、ともに塩崎豪選手のこう緑の遺伝子がどういうふうに新日ファン、新日とこうまみえた時に見えるのかっていうのが改めて楽しみだったりします。まあ、ちょっとここのところ気になるのが塩崎豪選手の首ですよね。多分腕だとか痺れてるのか、首がねかなりダメージがあるように思いますけど、大丈夫なんでしょうかね。ちょっとそこは気になります。はい、そして気になるカードばっかりですよね。キヨピー、まあ、これまた緑の継承者であるキヨピーが武藤敬司選手と組んで、以前から戦ってみたいと言ってた岡田和彦選手、そしてやっぱりエース棚橋宏選手と相まみえます。まあ、だからこうね、これはまあ今は清宮海斗選手の立ち位置というのは本当に微妙で、まあだけど将来のを背負って立つ選手だろうというのはノアファンの誰もが思っている。まあそういった選手、ただし今最前線中のトップ中のトップからちょっと距離を置いたところにいる清宮選手がまた何かを吸収するチャンスなんだろうなと思います。まあそこで棚橋選手や岡田和彦選手とどう張り合うのか、リングでこう対峙したときに移り映え負けするのか、いやキヨピーすごいなと、この若さで全然こう劣ってないよねってなるのか、もうこれは並び立ってみないと分かんない。
そして一方横にはこう、これまたさらに強烈な、どっちかというと岡田和親選手や棚橋選手が嫉妬するようなスーパーレジェンドの武藤圭司選手がいるんです。いやそれぞれがどう光り輝くか。でも最後に結局武藤圭司選手が持ってくような気するんですよね。誰もよく言えねえだろう。まあその横でキューピーがどんだけ輝くかっていう、そんな風に見てます。はい。そして、ラインナップでいくと、今後、まあ、ツートップ、剣豪、中島和彦選手を含む混合の5人のユニットが、ロスインゴ、内藤選手、あるいは高木選手のいるこのロスインゴと対決します。まあ、高橋ひろむ選手だとか、本当に真田選手だとか、まあ、このメンツ見るとどうでしょうね。私、新日、そこまで見ないので、あれなんですけど、まあ、こうやって顔ぶれ見るだけでもロスインゴって、こうちょっと色気ありますよね。うん。まあ、だから新日の中では、ダントツ人気あって、やっぱり当然だよねって思います。だけど、これが正規軍じゃないっていう。で、反体制というか、こう主張をね、こうガンガンする。しっとりこう主張するっていう、独特の色気をまとった軍団ってことになります。一方、これに対して、混合というユニット自体は、色気も何もなくって、武骨集団みたいな。全員それが武骨集団なんですけども、剣王選手、あるいは中島勝彦選手、ここに見れば、すごく色気が出てきた。まあ、特に中島勝彦選手。高木慎吾に2回勝ってるんだよね。だけど内藤選手には興味あるんだ。ぶっ潰してやる。さあ、このぶっ潰してやるが、真っ向勝負になるのか、はたまた透かし合いも含めて色気のある戦いになるのか。そして金剛選手はいつものように突っかかっていくんだろうな、最前線行くんだろうな。まあそれが、お互いに誰かをこうインパクト印象を残すのか、まあ強いて今後何か新日と何か絡み合いがあり得るとすると、このユニット対決の結果かなというふうに思いますけどね。まあどうなっていくんでしょうか。でまたここに案外曽谷選手なんかも入ってるんです。まあ曽谷選手も 1.16 仙台でタッグぶつかりますから、これまたやっぱり新日との対抗戦では印象を残したいですよね。まあ、よくその前日時代に真田選手とね、一緒にこう、しのぎを削った中というふうな言われ方をしてます。まあもちろんそこもそうなんですけど、武骨にこうぶっ飛ばす曽谷学選手のあの一員としての曽谷学選手を見てみたいかなというふうに思います。まあ1.1 武道館にね、おそらくすごく集中したかったと思うんですよ。まあファンももちろんそうですし。まあ、なので、1.8 の話題が出たときに、それまでは、剣王選手も中島勝彦選手も、あまり言わなかった。何も言わなかったのが 1.1 を終わって、一気に 1.8 に向けて、まあ、ファンに向けてですかね。ノアファンの心をこうぐっと上げるようなコメントが始まった。まあ、単に、攻撃とかじゃないと思うんですけどね。まあ、だけど、今までこう盛り上げてきたこのノアの今の現在地、ファンも誇り持とうよと、俺たちがノアだと、まあ今後がノアだし、まあこの間の 1.4 の正木民也選手の俺たちもノアだと、もうみんなノアの戦いっていうのはこんないろいろ素敵な選手いるんだぞっていう、自信も問うぜっていう、まあファンに向けてのメッセージが 1.1 だったり 1.4 のそれぞれの発言だったのかなというふうに思っております。まあいずれにしてもまあ楽しめる、まあプロレスの力っていうねタイトルになってますから、非常に楽しめる戦いになるのは間違いないんじゃないかなと思いますが、皆さんはどうでしょうか。はい。まあ、1.8 は本当にたくさんの方が喋ってらっしゃるので、ぜひ、まあ、そういった皆さんの声の方を聞いてみてください。ちょっと思うままにつらつらと脈絡なく喋ってしまいました。
またですね、この 1.4、1.5、そして 1.8 が終わると、ノアは 1.16 仙台に向けて走っていくっていうことになります。まあ、そこに向けてどんなブリッジがかかるか。まあ、タイミングがあれば、それも喋ってみたいかなというふうに思います。まあ、いろんなことが、起こりますけれども、本当に今のノアの、戦いというか、リング上、動きが早いです。ぜひ、見逃さずについていきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。